こんにちは、芸能ダイヤです。ナンバーアイの平野翔さんがコンタクトレンズボシロムアクアロックスシリーズのイメージキャラクターに起用されたことが3月1日に情報解禁されました。 2B に移籍後、平野さんの広告起用が増えている一方で、神宮寺勇太さん、岸優太さんファンは複雑な気持ちを抱えているようです。キング&プリンス時代の2022年から1日使い捨てコンタクトレンズボシロムアクアロックスワンデー UV シンのイメージキャラクターを務めていた平野さん、テレビ CM、 デジタル広告などに登場し、水も滴るいい男をテーマにしたキービジュアルは当時反響を呼びました。3月1日に配信されたニュースサイトオリコンニュースの記事によれば、起用期間中は公式 SNS アカウントのフォロワーが10倍に増えるなど大きな話題を集めたといいます。現時点で新 CM のオンエア情報は明らかになっていませんが、同記事には今後もメディア展開を実施していくとの記載もありました。ご存知の通り、平野さんは神宮寺さん、岸さんとともに昨年5月22日をもってキンプリを脱退、旧ジャニーズ事務所からも退所し、滝沢秀明氏のアーティスト会社 2B に移籍した後、10月15日に新ユニットナンバーアイの結成を報告しています。キンプリ脱退、そして移籍の過程ではグループや個人で出演していた CM なども契約終了となっていただけに、今回の平野さんの起用に対しネット上ではボシロムさんとの再契約嬉しくて泣いた、事務所が変わっても起用してくれて嬉しいと歓喜の声が相次いでいたようです。なお、平野さんは今年1月5日ファッションブランドルイ・ヴィトンとパートナーシップを締結したことが明らかになっています。また同10日にはラグジュアリーブランドイヴ・サンローランのビューティーラインイヴ・サンローランボーテのアジアアンバサダーに就任し、2月10日からはサントリー人水の新テレビ CM の放映がスタートしています。さらにデジタルハリウッド大学の CM キャラクターに起用され、 CM はウェブで公開されているほか、同16日に一夜限りのスペシャルテレビ CM もオンエアとなりました。27日発売の週刊女性によると、大手スーパーでは平野さん効果で水神ソーダ缶の売り上げも上がっているとか、平野さん起用の反響や売れ行きについて同氏の取材に応じたサントリー側は、あくまで平野さんの CM だけでなく総合的なマーケティングの結果と回答した上で、水神ソーダ缶の出荷数は2月5日から18日までの2週間で対前年比約 230% と好調とコメントしていました。多くのファンは広告に起用してくれた企業への恩返しとして商品を購入しますから、平野ファンが売り上げに貢献したことは間違いないようです。一方でナンバーアイとしてはメディア露出が少なく、今年1月1日にファーストデジタルシングルゴートでデビューを果たしたものの、地上波テレビ出演は3月2日放送の音楽番組メニュー101拡大版が初となりました。神宮寺さんは昨年11月1日発売の雑誌 GQ ジャパン23年12月号特別版の表紙に登場、岸さんは今年2月28日発売の晩餐館4月号特別表紙版のスペシャルカバーに抜擢され、初の単独表紙を飾っています。3月15日発売のハイスノバイエティジャパン一周12ナンバーアイはナンバーアイが表紙を務めるなど、雑誌の仕事はコンスタントに入っているのですが、 CM 起用は現在のところゼロとなっています。こうした状況下で平野さんのみ続々と個人の仕事が舞い込んでいる状況を素直に祝福できないと複雑な思いを抱える人たちも存在する様子、一部ネット上の神宮寺さん、岸さんファンらは、また平野だけが CM かよ、翔くんは仕事がどんどん決まってるけど後の2人はなどと、グループ内格差が生じていると愚痴をこぼしているようなのです。またモデルでも俳優業でも CM でもいいから、神宮寺くんの魅力をもっと味わいたい、ダブルユータの活躍も早く見られますようにと願う声も見受けられました。岸さんといえば TOKIO の冠バラエティ番組ザ・
鉄腕ダッシュに出演していましたが、3月3日の放送回ではまたも岸さんは不在のようでした。今回の放送は毎度恒例の企画、雪玉転がしてどこまで大きくできるかを実施。前回参加したストーンズ森本慎太郎さんや A グループ草間リチャードケイタさんの他に、スマイルアップに所属するスーパーエイト横山優さん、セクシーゾーン松島聡さん、なにわ男子大西流星さん、トラビスジャパン松田元太さん、松倉海人さんらがいましたが、前述の通り昨年参加した岸さんの名前はありません。そのため一部ネット上では、やっぱり岸くんは出ないのかと残念がる声も上がっていたようでした。かつては鉄腕ダッシュの準レギュラーとして様々な企画で活躍していた岸さんですが、昨年9月をもって旧ジャニーズ事務所を退所。当時多くのファンが鉄腕ダッシュを降板するかもしれないと心配していました。しかし日テレの石澤明社長は同10月の定例社長会見で、岸さんの今後の扱いについて、岸さんは鉄腕ダッシュの大切なファミリーと考えており、今後ともその方針に変更はありませんと半ば続投を断言。この発言は多くの岸さんファンを喜ばせましたが、実際は昨年10月15日に放送された米作り企画の完結編に出演して以降、岸さんの出番はなくなっています。このようにすでに岸さんの登場がなくなってから4ヶ月以上経つため、岸くんが出ると思って毎回録画はしてるけど全然出てこない、新宿ダッシュに別の子が出てたからもうないのかな、社長がファミリーって言ってたのは何だったのと苛立つ岸さんファンの声も増えつつあるようです。昨年12月には嵐櫻井翔さんが総合司会を務める大型音楽特番日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2023に 2B 所属の IMP が VTR 出演し、旧ジャニーズと 2B の共存共栄路線に舵を切るのではないかとも指摘された日テレ。岸さんが出演しない理由は不明ですが、多くのファンが鉄腕ダッシュへの登場を心待ちにしているようです。そんな岸さんは2月28日発売のクラスマガジン晩餐館4月号特別表紙版で初の単独カバーを飾りました。今の思いや理想の50年後を語った独占インタビューや、プライベート Q&A も展開している同志。未だ鉄腕ダッシュへの出演はないものの、着実に岸さんの仕事は増えているのですが、一方で神宮寺さんの仕事が少ないことを懸念している声も多いようです。神宮寺さんに仕事が少ないと言われるのは旧ジャニーズ事務所の戦略が関係しているようです。その戦略というのが、グループ内の特定のメンバーの知名度を上げてからグループ全体の知名度を上げるという戦略です。キング&プリンスで言えば平野さんを中心にドラマや映画バラエティ番組などに起用されていた印象があります。この戦略についてはキス、マイ、フット2など他のグループでも実行されていたようです。この戦略ゆえに神宮寺さんはグループ内において相対的に個人としての仕事が少なくなってしまったのかもしれません。また神宮寺さんにはドラマ出演などのオファーが来ていたものの、事務所が拒否したという噂もあります。これも先ほど説明したグループ内格差売り戦略の一つなのかもしれません。いずれにしても事務所が変わったことで神宮寺さんにもドラマ出演のオファーが来ている可能性もあります。これからは誰かや何かの思惑に左右されることなく、神宮寺さんがご自身でやりたい仕事を選んで活躍の場を広げていってほしいですね。そんなナンバーアイは 2B 所属アーティストが出演する東京ドーム公演 2Heroes 2B ファーストスーパーライブが3月14から17日に控えています。今後はナンバーアイとしての活動や個人の露出が増えることを期待したいですね。今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。